村山隆平村山隆平昭和8年11月24日は日本の新聞経営者、朝日新聞社社主、社長、政治家、衆議院議員、貴族院議員、玉城町名誉町民第一号、華麗3年伊勢国田丸に生まれる、陽名は直介。実家は紀州藩旧田丸領に仕えた旧氏族、幼少時代は わんぱくなガキ大将で喧嘩に負けそうになると小刀を振り回し、両親や近所の人を困らせていた。しかし、文久三年冬に母が重病になってからは改心し、母の平和を祈り、冷静沈着な少年に変わった。慶応三年からは、たまる城に勤番した。明治四年に一家を挙げて、大阪に移住し、父と共に西洋雑貨省、村山屋を営む。 明治11年7月に大阪商法会議所の最初の議員に選ばれる。明治12年に朝日新聞の総監に参加。明治14年、木村平八、アグリフ氏から同志の所有権を獲得。上野リーチと共同経営に当たる以後は1年おきに社長。明治24年に第1回衆議院議員総選挙補欠選挙で衆議院議員に当選。以後、第2回。 第3回総選挙で当選し、衆議院議員を通算3期務めた。その他、大阪府会議員、大阪市会議員などを歴任。大正7年に発行事件で暴行を受ける。昭和5年に貴族院直選議員となった。昭和8年に84歳で死去。君一等随法省14位を追贈された。娘子は村山長隆。 1> 第1回全国中等学校優勝野球大会の始球式を行う村山朝日新聞社社長時代に全国中等学校優勝野球大会の創設を決断第1回大会では羽織袴姿にて開会式の始球式を務めた日本の高校野球発展の礎となった夏の甲子園大会創設の功績が称えられ 全国高等学校野球選手権大会誕生100周年でも、ある2015年に野球伝道特別表彰者に選出された。竜兵は美術収集家、近代スキ者としても有名で号を玄安、公説と称した。晩年は事業の傍ら茶事を再々行い、明治35年大阪の実業会を中心に茶の湯の会を起こした。毎年命日を期して、 水福茶会が催されている、公設美術館、ありがとうございます。